ラブホテル従業員あるある。おばあちゃん、ここに入ろっか。そうだね、入ろっか。平日昼間のラブホテルは老人カップル率高め。もう最悪、全然取れないんですけど。ああ、汚ねえな。風呂場で髪を染める人がいて掃除が大変。さあおばあちゃん、帰ろうね。また来ようね、おじいちゃん。コスプレをしたままホテルから帰っていく人がいる。お客さんとすれ違わないように気を使う。ご注文のパスタです。あ、どうも、ありがとうね。全裸やないかい。ルームサービスを持っていくとわざと全裸で出てくるお客さんがいる。はい、フロントです。すみません、お金が。どういうこと？連れの男性がいつの間にかいなくなっていて、お金が払えないとフロントに電話してくる寝起きの女性がたまにいる。